ハマグリスナーの皆さんお元気ですか私が弁護士で俳優の墨田隆平です今夜のハマグリボーイはこの方です弁護士の長谷川純一ですそして初登場ですねハマグリガール二、はい、代目ハマグリガールになります今夜のゲストは作家の鈴木すずみさんですはいよろしくお願いしますよろしくお願いします初めまして初めまして嬉しいですはいあの本来花草観音さんとはい 6月1日に大阪のロフトプラスワンウエストでお二人でイベントされるということで、はい、これ5月31日に収録してるんですけど前乗りされるということでお二人でご出演いただくということになってたんですけども花房さんが選手もお話ししましたけどもねちょっと倒れちゃって体の具合が悪いということで最初びっくりしませんでした LINE 来ませんでした来来ましたたたよていいうかかか救救急急車車のの中中ららすか <laughs> 多分すごい、ま、真面目だなって思ったのは <laughs> ま,まず自分の体じゃないですか、はいね、で結構、まあ、言ってもそのイベントより前の2週間以上前だったんでどうにもなるじゃないですか、なのに、うん、なんかもしかしたらイベントはだめかもみたいな感じで <laughs>、はい、救急車の中から連絡をくれて <laughs> そんなことより大丈夫ですかみたいな連絡をしたのを覚えてます。 いけない、<laughs> <laughs> ちょっとスペース空いてます、はまぐりこもいけないの間に、はいはい、お前がダイイングメッセージみたいな。なんか電報,電報みたいな感じで、ちょっとびっくりして。いや、なんか。すごい気遣いの人ですよね。さすが今日の女だなと思いました。<laughs> なんかね、あの、このラジオも一緒に、はい、あのお邪魔するってことになってたから。はい 一人でも行けるみたいな感じで、<laughs> また病院ついたらメッセージが来た。そうそう、その辺も気を使ってくださってて、<laughs> かだから I. C. U. の中で、私と鈴木さんの間に入って、ちょ、うん、っとやり取りをね。で <laughs>、はい、鈴木さんもいいこと言ってますよ、それは、<laughs> あの。はいはい 行くって言うてしまったから気を使って言うてはるんじゃないですか、そんなことにイベントは結局、また別の方で中松彦さんと相談されるんで前乗りするから問題ないですみたいなやり取りをずっと ICU で中継地点で中継地点としてやってくださってそうなんですだから明日はその花丸さんの今の新刊の池袋アンダーワールド、はい、だからこの今、放送してる当日ですよね、そうです、当日です、はい、今日です。はい 共、えー、著者の中村さんが急遽代打で私のと一緒にイベントはしてくれることになって,ってるわけです本の著者であることには変わりなくて華房 <laughs> さんがはだからああのそれはやるんですけど、はい、しかしすごくいろいろ本のプロモーションで予定が入ってる時に病気になっっちゃったっ、はい、そうですね東京の本屋さんでもイベントされるとかっていうことでね。 うん、まつげが。 ピピカカだったらしいですよ入院中イベントに備えてまつげエクステをしてでまつげのして帰り道に「あのこの笑ってた怒られんで」よ聞いてあるからでもまあ退院なさってよかったですよその最初にだから「命に別条ありません」っていうので来てから帰ってえそういうことを危惧せなあかん程度の病やった退院やなって思ったんですけどすごいでもなんか元気にその 書いてありましたね ICU の中であれこれなんかメールをよこしてくる人がいるとこ告こ気につけなあかんこの下したあかんでみたいなものを言うてるに出して、はい、うるさいんじゃみたいなやかましいわみたいなことを。<laughs> そう<え>そう、だから、いや、なんかツイッターとか見ると、元気そうだったんで、良かったですけど。はいはい、なんか私すごく友達とか少なくて。あ、そうなんですか、はい。特に関西地方は、自分が住んだこととかはないので。ええ、友達って本当、一人、二人、三人ぐらいしかいないんですよ。先打ってはった京都の友達と。<laughs> そう、<laughs> 京都の生活で教えてる友達が、はい、でも、その子は。まだ京都に来て二年ぐらいであ。そうですか。あの、その前は、セネがある。 とパリにずっと住んでた人で。そうなんですね、はい。アフリカ研究の。人なので。はい。で、が、学長もね、<あ>さっき話してたんですけど、アフリカ系の方だったんでね。だから、ササその多分、あの、つながりがあって。アフリカ研究、アフリカ系のスタディを教えてるんですけど、うん、それまでは、あの。 もともとは慶応の同級生だったんです。あそうなんですか。はい、で慶応の途中でセネガルに消えたんです。<laughs> 当時は S. N. S. とかないから。<laughs> はい、友達が海外に留学とかしてると、その間ってあんまり連絡取れなかったんですよ。あ,あ,あの、メールぐらいで、うんうん、あの。 気軽なアプリとかもなかったしそれで携帯とかも当時使えないから解約していくじゃないですかはい、はい、日本ではねで、うん、こっちも大学のメールアドレスを使ってたから<あ>私とかがだから卒業しちゃってなんか連絡が取れなかったんですけど、はい、SNS が登場してから探し出したらセネガルで歌手をやってたってすごい変わった <laughs> セネガルで歌手をしてたんですか <laughs> その時は、えー、バンド 歌手みたいなはい、はい、中,中原中也の歌とかをフランス語で歌っていて <laughs> <laughs> それではい、はい、その後あの博士号を通りにパリに渡ってはい、はい、で京都青果台にポストを見つけて家族でアフリカ人の旦那さんとこっちにはい、はい、コロナの直前ぐらいに帰ってこられてでももともとは横浜の子だったんで <laughs>、はい、京都は京都で新しい場所 っていう感じ。その方と、花房ささんと。うん、京都はそれぐらいしかお友達いないです。でも、できました、二人。あ、そうです。あのね、今日長谷川君、はまぐりボーイと。はい。あ、今日から、あの鈴木さん、はまぐりガールです。はい。はまぐりガールなんで、堂々と京都が歩けます。はい。そうです。そうです。あの、長谷川君をお呼びしたのは、このね。今日は、鈴木さんの最近出された、勝負の本棚。後で、あの、ゆっくりお話ししようと思うんですけども。その前の、この日本のおじさん。の の中で、はい、これはむしろめちゃめちゃおもろいんですけど、東大の男について言及なさってたものがらしいですね。そうなんですよ。はい、東大の男はモテる。中高時代こと色恋関係において全く日の目を見なかったような見た目完全のビタ君であっても、多少脇が臭くても、鉄パでしゃくれで巨弱体質でも割とモテる。<laughs> それは何も彼らが東大というプラチナカードを得たからというわけではないという,うな形で変えていらっしゃるんですけど。はい まあ、私の一番身近な東大にじみ出る自信みたいないんそうなこと書いてあるんですよ、ね、ほうほうそうなんですよ、うん、だから別に東大のいうが東京の条件っていうグランドだけっていうジャッケジじゃなくてそれだったらまあつまんないじゃないですかうん、うん、やっぱりその日本のトップだっていう自信自信がある人にやっぱり女性って引かれるところありますから、はいうん、どんなに実力自体はあっても俺なんてって言ってる人より。 ナチュラルにみみる自信たいなのがあるじゃないほどねモテる人の条件っていうのが罪悪感が欠如してる人やというふうに定義されてたんですけどでねほんまにこの本ね日本のおじさん腑に落ちることばっかりやったんですけどここだけちょっと腑に落ちなかったんですというのもねモテないんですよ。 違いますもん当てはまってないですねだからもっと先言ってたあの脇臭いとか出っ歯とか強弱体質とか他にもっといっぱいいろんな状況を備えてるんじゃないこれだけじゃなくてあんなこともいですむしろこんなももっと全然ねひどい108つぐらい本能の数だけいやなんかそのキャバクラとかに昔勤めてた時にキャバクラでもそうですねお勤めになられてたんですよねそうですそれで あのモテる人とモテない人の要するにナンバーワンになれる人とそこそこで終わっちゃう女王の違いは何だろうと思って女性側のまあ女性側ですけど罪悪感の欠如だって思ってあの普通の一般的なパンピーは私なんかそのナンバーワンじゃなかったタイプでパンピーは自分がなんか興味ない人に例えばあのこの人ちょっと私のこと狙ってるなっていう感じを。 感じると、はい、あの申し訳ないから答えられないから、うん、あのごめんなさいっていう感じで遠ざけちゃうんですよあ,あ,あのまだ告白されなくてもさりげなくあのあ興味ないですよっていうのを出すんだけど、うんはい、そのもての罪悪感みたいなのが欠如してると、はい、どんなに自分が興味ない人にも好,か好,好,好きにならせてあげるっていうかそうするとキャバクラなんかに来る人は、まあ、ある意味ちょっとこう。 なんだろうな遊ばれに行ってるというかその騙されに行ってるみたいなところもあるじゃないですか、はい、だから、うん、そ,のそんなに来られても困るっていう感じを出されるよりも、ええ、普通だったら一般的にはその方が親切だと思うんだけど、はい、あの思わせぶりな態度でどんどん好きにさせてあげる子の方がモテると思ってこれは男も女も割とそうだなって思って。であの東大生に あがモテる理由をいろいろ考えて、はい、あこの人たちは確かに罪悪感があまりないみたいな男の人ってちょっと、まあ、女もそうですけどななんだろうな生きててごめんなさいみたいなところがあると思うんですけどなんかね 東大の男の子たちの多くは、なんか、生きててごめんなさいって、みじも思ってない感じで <laughs>、ねね、長谷川が褒めてるかどうか分からないけど,どあの、ね、めちゃめちゃ生きててごめんなさいなんいやじゃあ、すごい好感度高いうんほんまに長谷川が思い出すのは、司法試験受かって、司法修集があって、そ,あっその最後の修了試験あったじゃないですか。 でその時でももうなかなか落ちないんですよ。もう９割ゴ分最後受かるんですけど、もう絶対落ちたいうてもねあのあと最大の時で和光にあるんですけど、そうあの消防研修所が京都こっちまで関西まで帰ってくる時大変でも落ち込んで、沈鬱な表情ですよね。もうダメです。ももう僕なんて僕なんて生きてよかったよかった。どうしよう。それ珍しいですね。そのことばっかりですよ。仕事決まってんのに。そうそうそう。なんかほらあの。 私たまにこう職業からこう、はい、大学とかに招かれて喋るみたいな機会って、うん、うごく稀いんですけどあるんですけど東大に行った時はやっぱり男の人、はい、私は東大生じゃないので今は東大ですけど、うん、まあ学部、東大じゃないからあの明らかにその18歳の男の子とかが俺の方が高級な人間だっていう感じで <laughs> 喋ってくるなって思ってますかななんんした。<laughs> <laughs> なんかその別に他のところはそんなに筑波大だろうが聖火大だろうが慶応だろうがみんな別にあの鈴木先生みたいな感じであの18歳の男の子なんてみんないいやつじゃないですかかわいいもんなんですけどそうすやっぱ可愛くないんで,すよでも多分18歳ぐらいの自分が女だった時はこういうなんかまあ あの人は中の下だねとか言っちゃう感じの選民思想があるんですかねなんか選ばれし者の高骨が。<laughs> 嫌そうな感じの人にちょっと心持ってかれるところあったもそれはやっぱり長谷川君が司法試験で案外苦労してるんですよ、この番組のリスナーはみんな知ってるんですけど長谷川君は現役でと大分一、1いったにもかかわらず、司法試験7回ぐらい。ぐらいね、7回ぐらいとか、僕は9回かかってるんですけどだから、そこで多分ロースクールの時代前です、だから結構もう僕らはベテラン多かったですもんね。 そうだから僕はもう15年ぐらいかな弁護士になって、うん、よう考えたら同期の一番最年長の人も六60ぐらいだったりするんですよああ<ー>でもあの人どうそういうん。私のでも友達でロースクールの時代なのに、はい、えっと、はい 去年なった同い年の子とかもいます。あ、いやいやあのうん結構だからロースクになってから回数制限とかあるんで、でもね回数制限でそのもうあかんくなってまた入り直したりとかなんかそういうことがあるんですよ。ロースク入り直してもう一回受験資格を得てっていう。うんそうそうそうなんかあ二つロースクその両方回行っててしかも途中で。 休学したりはい、はい、なんかいろいろしてる気がするそれでちょっと回数制限の,この網の目をくぐって, <laughs> ぐってか親近感がきますねそうそう昔の司法試験はそうやって教題にあらずんば人にあらずんって思ってたような人がどんどん丸くなっていく <laughs> そういう効果があったんですよねでも確かにその東大の入試以外でもいろいろ試験があると どっかでやっぱり人間鼻をへし折られると人間的に一つステップアップするみたいなところはありますよね、うん、<laughs> そうですよねだから、うんうん、そう考えたらこの「日本のお茶でも書いてらっしゃいますけどあの堀エモ門とかは最後に受けた東大の試験が最後じゃないですかだから、ね、あの<う>漢字をキープできるんでしょうねあの橋本さんもそうじゃないですかだって学部中かなんかにロスあの司法試験をいは 早稲田の生計ででもう234で受かってるんじゃないですかねそれはあるかもねそうですねそれをずっとその時のノリでそうだからが折れててないいっう私も18歳の時はちょっと嫌なやつやけどそれはもう認めます姫野薫子さんっていう小説家の「彼女は頭が悪いから」っていう小説があって東大の集団 リンチ事件というかレイプ事件を扱った一応、フィクションという小説だけど<え>モチーフはその事件になってて、ええ、あれは多分、日本の文学の歴史の中で最も東大男子に辛辣な描写がいっぱいあってすすごく面白かったでさすが、はい、<laughs> <ー> <laughs> にちょっとなんか東大男子の,あの反発を買いそうだったけど。 だからそういうデモね、はい、最初からそういうイメージで見られるわけじゃないですか大変は大変ですよねそういう意味でいくと彼女は頭が悪いからっていうのは実際のその事件の犯人の人が言った言葉なんですよね。だからインターーののサークルみたいので女子大 か短大かなんかの女の子をナンパしてたりとかする子で,で彼女たち頭が悪いからっていうのをそうその過程で出た言葉だったりするとすかねそうそう多分その言葉を元のモチーフにして姫野さんが小説にされたっていう <laughs> いや今日はたっぷりと<笑><笑><笑>い、ね、はいいろんなお話を伺いたいなと思っております <laughs> 水曜ローでしょう ろうでしょうこちらは映画や本を法的に解説したりしなかったりっていうコーナーなんですが今夜は鈴木すずみさんの「娼婦の本棚」はい「中央・中高新書ラクレ」ですね、はいえー、こちらの本を紹介したいと思うんですがあのメールいただいておりますラジオネーム抹茶アイスさんから頂きました隅田先生スタッフの皆様毎週ハマグリ顧問の編を楽しく聞かせていただいております今週はハマグリガールに作家の鈴木すずみさんがご登場とのこと 私が鈴見さんを初めて拝見したのは数年前にロフトプラスワンウエストで行われた「女がそんなことで喜ぶと思うなよ」の出版記念のイベントでしたその時はゲストの花房観音先生目当てで足を運んだのですが鈴見さんの気取らないトークに爆笑しまたイベント後のサイン会では短い会話の中から一人一人に違ったメッセージを書き添える頭の回転の速さに「なんて魅力的な人なんだ」と感激しそれ以来の鈴見不安です もちろんお人柄だけでなく墨田先生のおっしゃる通り魂で書いている文章も大好きで新刊が出るたびに読んでいます去年出版された上野千鶴子さんとの協調限界から始まるは涙なしには読めない大切な一冊です僕 <laughs> まあこの本をご本は読めてないんですけど花瀬<ー>さんのやりとりの中で出てきててな,なかなか強烈な本やと、うんうん、男が読んだらそうですね,ね私は私でなんかもうそれは1 10、えっと、往復の書簡なんですけど、はいはい、10か月やってたんですよ、だから、あっ、うん、12だっけな、はい、まあそれぐらいやってて、1年間、だから結構、毎月気が重かったです、うん、<laughs> そういう思いをして。<laughs> もも読んんででみたいすすけどちょっとメールに戻りますが最新刊娼婦の本棚」ではトイレを利用するために入る渋谷の書店で出会った鈴木泉コレクションのお話がとても印象的で素敵でした、うん、読んでいて自分の若い頃のことも思い出しましたところで墨田先生と鈴木さんのトークってなんだか想像しづらいですどんな話題なのでしょうか、うん、放送を楽しみにしておりますと。 えー、この方「方さんものの本棚ままれたありがとうございます、ね、このトイレを利用するために入る渋谷の書店」っていうのは、はい、あのこの本自体が、うんまあ、書評のような部分もありつつそこに、まあ、鈴木さんの自伝的なお話が盛り込まれてて読書エッセーっていう感じで、えー、私の大体17歳から23歳ぐらいまでの間、はい、その期間が私、はい、多分 人によってはその期間、一番勉強した期間だったりするかもしれないですけど、ええ、高校あ大学受験とか、はい、大学1、2年とかって、私、その17から20歳ぐらい、まあ20歳ちょっと過ぎるぐらいまで、うん、一番本読んでなかった時代なんですよ、ええ、私の中で。子供のの頃ははそれなりに本は読んででいて、はい、でもあの 高校の時結構ギャルで、あのね書いてらっしゃってこのねの、いろいろ忙しくて読めなくて本とか嫌いとかっていうよりは <laughs> この渋谷はツタヤあこれはですね当時あったブックファーストっていうブックファーストですあそうなの、はい ちょうど私が高校に入って1998年,年か99年にオープンしたばっかりでり、はいはい、すごくだからトイレとか綺麗で地下1階から5階まで丸ごと本屋っていうビルだったんですよ。はい、今はファーストファッションのビルになっちゃってるんですけど、はいはい、でもなんかそこの本屋さんってだか、えー、109とセンター街のど真ん中っていう感じのところにあったので。はい、あの 文化的な意味が非常に大きくてそのギャルたちと本を接続する機能を持っていたわけですよ。そこでも接続されてたのは <laughs> 鈴木さん以外にいらっしゃったんですかねいやいたと思いますよ。当時って今よりも、はい、その本を読まない人も本屋に入る率は高かったんですよ雑誌があ<ー>あの80万部とか女性ファッション誌売れてた時期なので95年って JJ がえっ、ー、と 80万部、万部 78. 点何万部売れていて、で2002、えー、年ぐらいになると、キャンキャンが80万部ぐらいやっぱり売れてるので、はい、あのその間、ずっと、エッグとか、キューティーとか、あ,<ー>あの高校生が読むようなファッション誌も50万部とか売れてたので、みんな本屋に行ってたんですあとネイルの雑誌見に行ったりとか、<laughs> かかネイルサロン行く途中にネイルの雑誌見て、はい、買わないで、なんか。 こういうのって覚えてちゃんとインポットして <laughs> でねサロンで言うみたいなそういう立ち読みとかにも行ってたし、あとまあスマホの前ですからねあの漫画とか買いに行っててはい、はい、で雑誌が一回で ちょっとアートとか、あのー、が地下1階、はい、1> 画集とかあ<ー>あの写真集ではい、はい、漫画が5階だったんですよ、うん、そうすると雑誌と漫画とかあの写真集と漫画とかって見ようと思うと全巻ぐるぐるエ,レエスカレーターを回るじゃないですか、その間に時にドストエフスキーに出会ったりリアルが出会ううんですかそうですすかそよサリンジャーに出会ったりするわけですよ。はいはい、だかから、あのー、それってなんか 回遊性のあるそういう本屋さんがその街のいろんな女の子がブラブラしてる真ん中にあってすごく良かったんですけど、はい、ただまあねなんかやっぱりなくなっちゃったんですよねブックハーストってもともとは関西の会社ですかねブックハーストは、うん 結構だから、梅田とか京都にもありま,、ね、ありましたしもともと多分関西初で東京の、あのー、もちろんいい本屋紀ノ国屋とかジョンクドとかってあるんですけど、はい、そ,のそれよりもちょっとチャラかったんですよ <laughs> あの雑誌のバックナンバーが多かったりとか <laughs> <ー>で結構派手めな見た目っていうかなんか。 だから高校生のギャルとかだと順久堂とか三省堂にはちょっと入りにくかったりしたと思うんですよはい、はい、なんか頭優さそうな人がいっぱいいん <laughs> なんか大学時代の長谷川さんみたいな人が花 <laughs> 持ちならん頃ブックファーストも言ってましたよよく言ってましたちょうどできた時期やからかその時期が長谷川くんがコマ,コマバイとかの近いですうんだからでブックファーストはあのだから その東大生から底辺のギャルまで、いろんな人がごちゃごちゃ入れる。<laughs> その、なんて言うんだろう、チャラさを持ってて、しかも渋谷の真ん中にあるから<で>。の夜の街に出るには、ちょっと時間潰さなあかん。時間やったってことですね。当時は私、私鎌倉に住んでて。鎌倉ですね。学校が、まあ、あの五反だというか、白金にあって。はいはい、それで、渋谷のクラブ行くのに、鎌倉は一回帰れないので。あ、そかそか。どっかで、着替えなきゃいけないんですよ。 っってなった時にどこで一番ベトなのは109の地下のトイレっていうのがあったんですけど <laughs>、はい、109の地下のトイレは混んでるし、うん、109行くとなんかお金使っちゃったりするからブックファーストめっちゃ穴場だってなって <laughs> <laughs> で私とか、まあ、もう一人友達とか結構そのブックファーストでのトイレ待ち合わせたりとかしてたんですよ。うん あとたまに HMV のトイレとかも使ったんですけど「<ー>でブックハウスト」はすごく立ち読みとかあのブラブラしてるだけでもすごい心が広い本屋なのであの着替えたついでにそこで漫画最初見ててなんとなく降りてうまい作りでこうエスカレーターからちょうど見えるところになんとなく 気になるものが見えるっていうかうん、うん、ちょっと僕フェアみたいなのがその当時のこの「ブックファースト」のそういういろいろねうん、うん、本どこに置こうとかって考えてた人この本読んだら、うん、めっちゃ感激したんですか、うん、そ,そうなんですよでこの間でもね,ね,ね新宿の「ブックファースト」行ったらこれすごい粗末な扱いを起きてて <laughs> <laughs> ブックファーストの人に <laughs> 気づいてって思ったんですけど、ねうん、でもあのー。 そういう感じで出会ってほしいなって思って、派手めな教師にしたんですよ。だから、当時の私みたいな子にできれば、読んでほしいなって思って。なその鈴木さんがいろんなシチュエーションで出会われた本。はいはい、その当時、どういう思いで読んだかとか、うん、かそのね、鈴木さんは。その本を読んで、まあ、印象的な言葉を、ね。そうですね。はい、ああ、まあ。 チェックしたとか本を折ったりとか付箋つけたりとかっていうことをしてはったっていうことなんですけどこの勝負の本棚読むといっぱい僕もね線引っ張ったりとか逆にちょっとね線引っ張りすぎて今どこがええとかっていうかすごい付箋もつけていただいて嬉しいです私なんか本の全体のストーリーとかあんま覚えてなかったりしてそれででも一文だけいいのがあったりするとそれでもう。 読んだ回あるって感じででなんか結構その本って構えて読むと要約、うん、しなきゃいけないとかって読むとすごい手間かかるじゃないですか、うんはい、だけどあとこの作者の言いたいことはなんだみたいなのでも小説だって別に何百ページである小説読んでもなんか一文だけすごいしびれる一文があってうん、うん、それだけ覚えてたら、ね、トンネルを抜けるとるとそこは雪国だったでもいいと思うんだけど、はい、そ それだけで別によくてあんまり構えて読む必要ないんですよみたいなのをちょっと若い女の子にそうですよねこの「の不思議の国のアリス」について取り上げてらっしゃる章でも、うん、その人間って何でも定義したがったりとか理解しようとするけど、うん、理解できひんもんがあるということをもうそのまま受け止めろっていうようなことを変えてらっしゃる部分があって。ななるほどなっていうもうも 僕、ね、ちょっと待ってくださいねちょっとねいっぱい線引いてあ, <laughs> あのねしし僕はセックスについて定義なさってる部分があって、はい、そこのことですごい腑に落ちたことがあったんですよ。はい、でそれを読んであこれって僕はねあの中学の時かな高校の時かな、うん、高校の先輩で浅田晃さんが OB やったんですよ。はい、で、講演会に来られて、はいで 言っってること全くわかからんかったんですよその1時間半ぐらいの講演会です、ね、な何言ってんのかわ、ね、からんかったけど <laughs> その時に唯一覚えてるってすごいいまだに印象に残ってるのが「うん、セックスはアイデンティティの破壊や」っていうことをおっしゃってて、うん、でこの鈴木さんのこの本を読んでて、うん、そのセックスについて定義されてる部分で「あ それを噛み砕いたらこういうことになるんやっていう部分があったんですけど、それがどこいっちゃったかわかんないですけど,ど、ど割とセックスについてのショーみたいなのをちょっとちっちゃく作って、山田出美さんの本とか、あと岸田修さんの本とか、の中で紹介して、そ,それこそ17から20歳ぐらいの頃の私も含めた女の子たちにとっての一つの大きな興味対象じゃないですか、セックス。だからあの それの意味ってそれがまあ後から考えればさまつなことだったりいや意外と重要なことだったりいろいろあると思うんですけど、うんはい、なんかまあ重要なことには青春の。 我が悲しき娼婦たちの思い出<ー>、はい、ガルシア・マルケスのことで書いてらっしゃる「あの買う男の論理があるのだとして」っていう章で、うん、恋愛やセックスとは本来身勝手に蓄積した性,性や愛に関する幻想を双方が持ち寄りそれを壊し合って新たな幻想を再構築する作業のように思いますがっていうのがあって「はい、あ浅田晃が言うてたこういうことや」って思って読み進めていったら浅田晃さんの構造のどっちか、うんうんうん 話が出てきてねああとか思って繋がったっていうのがあってあすですね嬉しい、うん、そう私もだからなんか恋愛とかセックスってなんでこんなに人のこう人生の中でこう占める割合が大きいんだろうというのは、うんうん、私はそんなになんか長く男の人付き合ったこととかあんまなかっただからなんかそのでもなんかそれは 足りない気がすると思って、うん、人間的にはい、はい、ちゃんと恋愛とかに向き合ってない気がすると思ってそういう話は上野さんとの副書感の中でも結構したんですけど、ええ、でやっぱり。その 男の人ってこういうもんだろうとかこういうふうにしてほしいとかいろんな妄想を例えば女だったら私の世代の女の子だったら例えば少女漫画とかそういうものからで少女漫画って基本少女漫画家って割と主女のうちから描いてっていうだから割と女子の妄想の世界なんですよだからすごい美作太郎さんが童貞でエロ漫画描いたころかうだから都合のいい妄想ですよだから少女漫画のヒーローみたいな人いないじゃないですか。でもあれをまず の中に育ててで実際の男の人と裸で対峙した時にそれがガラガラ崩れるみたいなで向こうは向こうで女にはこうやってほしいとか女紅葉の人理想とかって思ってるのを自分が壊しに行くみたいなはい、はい、だから壊すのも怖いし壊されるのも怖いけどそういうことを繰り返さないと多分なんかその自分のこともあんまりわからないんだろうなとかって思って恋愛は大事だなみたいな。うん で寝てる女とやってちゃだめだぞみたいなガルシア・マルケスに言うみたいなもうほんまに不勉強でこの本読んでほんまにまた読書をしたくなったんですよであのもう正直言うと僕ねこの紹介されてるの一冊も読んだことがなかったあ本当ですかアリスのそうなんですよ「あの不思議の国のアリス」とかまあでも男の子そうなんですよあそういう話やってんやってえっ長谷川君んだことあるのの国アリス ないですねみんなディズニーの映画とか絵本とかではなく原点に当たってないっていうかこの訳したら読んでなくてあそういう話なんやっていうのがあったりとか不条理系のでも「不思議の国のアリス」は非常に面白くてま、あれは何かなんて言葉遊びとかあとその現実にある歌のパロディとかでこう構成されてる。 学者が自分の名医科なんかになんかおもただただ面白がらせるたびに。はい なんだろう、ね、猫が急に消えるとかっていうのって、うん、す,すごくこう SF でもない、まあ、ファンタジーはファンタジーだけどすごい不条理な感じじゃないですか、はいうん、でそれまでのイギリスのこう児童文学って絶対教訓があるものが支配的だったんですよだからあのこれ読んだらあやっぱり寄り道はいけないよねとかね人のも、ね、のを取っちゃいけないねとかっていうふうになるもんで「んでくじぎの国のアリス」は何の教訓もない、うん。 <laughs> あの面白いっていうだけの本なんですけど逆に私なんかは学ぶことが多くてそういうほんまに意味のないことって世の中にあふれてる、うん、わけですもんね人生ってそっちのほうがなんかそんな一つ一つにあれは、うん、あれが教訓だったなとかっていう思う時間で埋まってないじゃないですかただ楽しかったとかただムカついたとかいう時間で埋まってるからうん、うん、アリスのほうが私の人生にとっては結構リアルで。うんうん 面白い本だったんですよ。うん あ、大人になって読む面白いですよ。改めて読んで、これアリストカットも本当にあれですよね。小さい時に読まったってことですよね。一番最初は多分母親の読み聞かせみたいな感じで、あのかハードカバーの本を読んだと思うんですけど、文庫みたいなのをえっと十代の時に買って、それはなんか歌舞伎町のお供でしたね私。そのも働いていらっしゃる。それはそのキャバクラで働いていらっしゃる時にそうですね。十八十九ぐらいの時に、まあ二十歳とかそれぐらいの時に、 かこれはまさに歌舞伎町のことを書いてるんじゃないかと思うぐらい面白いんですよ、アリスってこれ映画とかでもあるんで覚えてるかもしれないけどこうストンって穴の中に落ちてって不思議の国に迷い込んでるんだけどで地下の国に着くんだけどそこに最初は私をお飲みとか私をお食べって書いてあるクッキーがあってでそれがなんか。 ホストクラブとかで出されるなんか飲んでくださいって出されるお酒みたいに見えて <laughs> <laughs> でこ,これを飲んだらどんどん深みにはまっていくみたいな、うんえー、それをあの食べたり飲んだりするとアリスの体が大きくなったりちっちゃくなったりしていくんですけど。うんうん、なんかその 異物としてこう不思議の国に入ってってなんか目的地がないのにどん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 奥に入っていく感じがこう夜の世界にねハマってく自分に重ね合わせるとすごく面白くてあの当時すごくバイブルだったんです。鈴木さんの本読んでると本間にそのこういう本がもう本当に血となり肉となりという感じがすごい伝わっててでその本間に生きるすべとして読んでらっしゃるのが。 なんかね僕、ここの本読んでね、自分が高校の時読んで影響を受けたらなんやろう思ったら、すごい情けないんですけど、松並健四郎の「もっと悪いなれ」っていうね、ごまブックスが出てるね、人の逆を張れみたいな、なぜかね、その本にすごい影響を受けて、僕はその後一人暮らしして、結婚して、今、妻の実家に住んでるのに、まだね、もっと悪いなれ、ご無沙汰、まだ覚いてるんですよ。 なん <laughs> で捨てれへんのかが ほんま今読んだら取るに足らへんこと書ってるんですけどすごい影響を受けてその松並健章郎いたじゃないですかこの、はい、ちょんまげ,げの、はいはい、議員になった時にだからあだから何でか知らんけどね僕あすかプロレス好きでちょうどまた議員とかなる前で「週刊プロレス」とかで連載されてたんですかね、うん、であの人はそのレスリングという競技を選んだのは競争相手が少ないからレスリングを選んだあふ、うん、で アフガニスタンの研究家だったんですよアフガニスタンも研究してる人がいなかったからアフガンの研究したらちょうどアフガン戦争の頃に書いてあったんですけど<ー>それで自分にすごい需要があると<ー>だから逆意気逆,<と>逆意気みたいなことを書いてあって僕あの受験校通ってたんですけどそうやって思って、はい、漫才やろうとかね <laughs> 受験してる場合はないとか思ったりとか逆にこの漫才やってたらそうや 逆にこう司法試験受けようとか、<laughs> かまあ、かあの <laughs> あでも私も A 級受けちゃってんのが入って F でよとかやっちゃったやつなので、<laughs> かだからそこがね、うん、そのすごいですよねこの経歴がで<も>だからそ、うん、そういうの私も割と。 なんだろ悪いなれ系のものって若い時読んだものってすごい覚えてて三島由紀夫の不道徳養成講座でもねそれ言うたらかっこいいじゃないですかちょっとゃあと寺山氏の家出の勧めとかそれもちょっとかっこいいなそういうなんか不良なれみたいなのを私結構真に受けてどんどん間違ったまだ三島由紀は僕松並賢秀でもっと悪いなれ悪は女ででかくなる」「俗もっと悪いなれ」 <laughs> なんか三部作です五部作らって <laughs> すごいですねそんなの出てたんて、うん、て。なんか一冊ぐらいは聞いたことある気がするけどだからでもそういうあの影響を結構受けたいとか、うん、でも鈴木さんの場合は本当になんかにいろんな文学作品とかそうでそれがまた時を経て読むことによって分かることがあるっていうような。うんうん こと書いてらっしゃって、うん、なんか今例えば10代の時に読んだものとかを、まあ、これも書いてたことだしいろいろ読み返したりすると、うん、あ自分の。 多分私のこういう思想みたいのはこの時にこの人にものすごく影響されてできたんだなとかっていうのがちょっと分かって恥ずかしかったりもしますね。ね、うん、さっきそのキャバクラで働いたりとか、うん、AV 出られたりとかされてたっていう話あったんですけど、うん、ちょっとあの話また戻るんですけどその浅田明さんのね、はい、あのこの構造と力にも触れていらっしゃる部分があって。はい これ構造と力なんて僕らの世代もっと昔ですよね昭和56年とかぐらいですよね中澤伸一さんとかが出てきた頃の80年代構造の井上構造っていうことじゃないですよこれはねこの構造が案外力持ってるとか話じゃなくて要は自ら汚れるよの汚れる汚れる汚れる そうですね、<laughs> <laughs> 汚れるよのただ中をうろつき危険に身をさらしつつしかも批判的な姿勢を崩さぬことである対象と深く関わり全面的に没入すると同時に対象を容赦なく切り離しきって捨てることどうかと以下のこの鋭い緊張こそ真に知と呼ぶに値する優れてクリティカルな体験のエレメントであることは今更さら言うまでもない。こういうい この文章から,だから影響を受けられた文化ってそういろんな行動を取られたっていうところもあるわけですよね皮肉っぽくなりすぎず、うん、かといって全面で例えば、はい、キャバクラジオでも何でも、はい、100%いっちゃうと多分、うん、そこでうまくいかなかったときに非常に絶望しちゃったりとかはい、はい、自殺しちゃったりとかする人もいたりするじゃないですか。うん このなんだろうしらけつつ踊れっていう浅田先生の態度がすごくかっこよくて「構造と力」って浅田明ってすごい微分化だから前文がすごいかっこいいんですよ、うんうん、で私正直「構造と力」の後ろの方は全くわからなかったんですけど <laughs> す当時全くポストモデルも何も知らないで、うんうん、なんとなく帯がかっこいいから父親の本なんか借りて読んでたんでで でもその前書きの部分結構長い前書きがついてるんですけど、うん、がすごくかっこいいからその部分はなんかね高校卒業するぐらいの時とかなんか好きな本とか言って構造と力とか書いてたんですよね、うん、よく<ー> <laughs> 自宅にあったんですね。大学の先生いらっしゃるんですね。そうなんですよ。でもだからほんまにその実践してだから自らよ、うん、汚れるような まただなんか、うろつかれて、ほんまに危険に身を晒してっていう。ね、臨床でそれを、さ、ね、してかったわけですよね。いや、私ほど、あの、そんな、まっすぐとんなくてもいいと思うんですけど。だから浅田彰先生も、いや、そこまで言うでへんね。多分ね、俺責任持たれへんでっていう。でも、いや、エブ出ろと、まだ言ってないって言うと思うんですけど。ただ、だから、なんか、私はすごい、その。 自分のそういう若い時って、はい、まあ本と結構かけ離れてるような世界に割といたよってあっても、うん、意外と本って役に立つみたいなのが、うん、多分1回でもその経験をなんか覚えてたりすると、うん、別に対して気軽に本読むようになると思うんですよ。やっぱり今大学生とかと話して、うん、みんな忙しいのもあるし、うん、あのスマホとかで。 疲れてる時に本開くよりやっぱちょっと携帯ゲームやって寝るとかそれぐらいの方がやっぱ頭もほぐされるしって思うと思うんだけどで役に立つかすごく面白いか気軽かっていうのがないとなかなか手を出さなくてで売れるのって結構ビジネス書とかねあの具体的に役に立つものが多いと思うんですけど。 具体的に役に立たなそうな文芸とかが意外と私の人生には聞いてきたよみたいな、うん、だってアリスは役に立たなそうじゃないですか、うん、メモの魔力とかの方がすごい役に立ちそうじゃないですかすそうメモの魔力ねだからそのほんまに必要ないことが必要やと特にこのコロナ禍で、うんそのね、不要不急とか言われたら、うん、もう逆になんかそういう。 もう忌避せなあかんとされたことが、結局大事やって、うん、こうほんまに、言うたら、この。ラジオで、ザざれ言ってるなんていうことは、全く。うん 実用的じゃないことを僕はしてるわけで、うん、<laughs> でも、うん、自,自分も僕はその本にあんまり線引いてそれを覚えたとかないんですけどラジオのほんま言葉とか未だに覚えてるんですよあそうですのねあの僕「サイキック青年団」っていうラジオをずっと聞いてたんですけどはい、はい、今ね僕仕事してて思うのはその竹内義和先生っていう人が何の事件やったかな忘れてたんですけど。うん 弁護士の姿勢に対して異議を呈してはったことがあってそれは例えば少年犯罪とかで更生できるって言うんやったらホームステイさせろと自分の家にその時はそうやなとかをなんか思ってないんです高校生の僕は。であの今だから僕は少年事件とかやることもあるんですけどいつもなんかその言葉がね。あすごい その時役に立たせようと思って聞いてないですね。聞いてないです聞いてないです。もすでもそうそ,それはできないじゃないですか現実問題。うん。ねうん、だからそういう時にでもそのそれを忘れてあかんなとか思うことがあって、うん、なんかそのほんまにラジオもね,ね言葉のいいで,、ね、でなんか力ないようで力あるっていうのがすごいこの、うん、鈴木さんの勝負の本棚を読んだら思ってうですね。うん、でもじゃあ今聞いてる。 あの17歳の少年、すみださんの言葉ばをよ、45歳ぐらいになって、うんえと、弁護士とかになったら思い出してるかもしれないですね、うん、ただね、この番組ね、じいてんの、ね、<laughs> さんばっかりなんですよ。<laughs> <laughs> 僕より上の <laughs> 高校生からメールが私、この本、はい、だから、はい、私の本、いろいろ、まあ、あるんですよ、はいで、男性誌の連載とかもあったから、特に日本のおさんなんか割と男の人に向けて書いてたりするんですけど、娼婦の本棚に関しては、あの19歳ぐらいの、まあ、本読むよりも楽しいことがいっぱいある子たちに。うんうん 一冊でもなんかちょっと小脇に抱えててほしいなっていう感じで書いたんですけどすごく褒めてくれるのがものすごい本読んでるおじいさん <laughs> 作家の先生とか編集者の人とかなんかあのすごく読書家のおじいさんがあ「あっこの こうはなんかチャラうえ見えたけどこういう本読んできたのかみたいな感じで逆に面白いみたいな女の子からなんか書評とかもねおじいさんが書いてくれてるのが多くていやそれはすごく嬉しい憧れの先生たちが書いてくれるうしいんだけどさ女の子に届いてんのかなみたいなまあもともと新書って割と男の人の方が買うんですけどねでも僕ねその娘5歳なんですけどそのこの 紹介して貼る本を渡そうと思いました、うん、その前に本で僕が読んでこなかった本ばっかりなんで自分が読んでから渡そうと思ってはい、はい、<laughs> あの桃とかアリスなんかは、はいね、私も最初に多分母親に読まれたのって5歳とか6歳桃なんかは結構女の子はお お母さんと一緒に読んだっていう子はすごく多いと思いますね。日本で特にすっごい売れてるんですよ桃ってあそうなんですかそうミハエルエンデっていう人のものなんですけど、はい、なぜか桃っていう名前が日本にもいるからっていうのもあるかもしれないですね馴染みがあるっていうあ,あ、うん、そうかあの桃子さんとかいるじゃないですか、うん、でなんかあのー、ね他の私の物語とかも人気だけどうん、うん、桃は異様に日本で売れているっていう、うん ほんまになんかね、あの本を読みたくなる本なんですよ。あ、嬉しいです、ね。うん、どこからでも読めますし、ね、あ、そうですそうです。ねうん、いろんな本を今まであの鈴木さんの人生の過程になった本を紹介しつつ、うん、その本,、うん、本の話とリンクする鈴木さんの人生が、ねうん、だからそこ日本のおじさんはすごい軽快なはい、はい、コラム集で、あの文章表現とし面白いんですけど、こっちは本当になんかもうご自身をね、もう自分を、うん 切々と <laughs>、ね、こうデスマス調で,、うんでね、また違うね、うん、あの読み方楽しみ方ができるかなと思うんで「勝負の本棚鈴木すずみさん」これ中高新書「はい、ラクレ」から出版されてますんでぜひ手に取って、はい、特にもしかしたらこの「 ラジオを聞いてるサイレントリスナーの女子高生あるいは女子中学生減るかもしれないででもねおじいさんたちは多分娼婦の本だなって聞くと吉行純之介の娼婦の部屋とか思い出してあのちょっとあいいなタイトルって思ってくれるかもしれない昔多いですね娼婦のなんかとか今時あんまないですよねこれ誰かになんか怒られそうだなって思ったらやっぱり上野先生からタイトルがちょっといけませんっていうメールが来たんでまた所感が一曲いきましょうかはい。 じゃあえっ、ー、とまさにこれを、はい、の時代の17歳ぐらいの時私は人生安室奈美恵になりたくてしょうがなかったので安室奈美恵さんの「ボディフィールズエクジット」勝手に弁護団。 勝手に弁護団こちらのコーナーは世間から戦えている人物や団体を依頼もされていないのに委任状もいただいていないのに弁護する、はい、そういうコーナーになるわけですけれども今夜はですねちょっとあの、はい、鈴木さんの最新の、まあ、スパでね毎週、関東のコラム書いてらっしゃるんですけど、はい、そこでもテキサスの銃乱射事件と絡めて書いてらっしゃった、はいまあ、AV ですね、はい、アダルトビデオに関する規制っていうのが。はいまああ もともとは、あれですよね、成人年齢の引き下げで,で、18歳から単独でまあ成人になるわけで契約できるようになったったていうところから始まった話なんですけれども、それでだから AV のそう出演教養とかに対してどう対応するとかっていう中で、新たに法律を作るってなったら、AV っていうのを定義せながらあかんくなって、ってなったら、それっていうのは、まあ、あのー、 売春を半ば合法化するもんじゃなかろうかみたいな議論が起こって、うん、じゃあ別途その AV そのものを、まあ、AV の中でもそういう、まあ、いわゆる本番行為を禁止する法律を作ろうみたいな話が。うん 立憲か立憲民主党かのそういう話が出てきてるか一部の議員さんからはいってことですかね多分流れがございまして結構ね保守リベラルにも分かれづらいというかいろんな人で細かく意見が多分分かれているのではからそのねあの売春そもそも売春のあれですよねあの立法理由って言ったらあのあの 法,益法律が守ろうとしている利益っていうのは、うん、確か売春はもう戦後間もなくできてその頃ろはまあ貧困にあいでる女性がいてうん、うん、そういう女性が、まあ、そういう売春をしてしか生活できへんような状況を除去するために、うん、だからあの売春で別に犯罪いやそのやってる当事者が何か罰せられるわけじゃなくて、うんはい、管理売春してる斡旋してる人とか、うん、そういう場所を提供してる人は罰せられるんですけど、うん、むしろその国家がその貢献的に。 はい、パターナリスティックな介入していくみたいなとこですよね。だからそういう意味でだから AV もその出演教養とかっていうのは当然それに対して何らかの対応を取らなあかんし、うん、契約を、ね、あの広く解除できる方向で考えなあかんしそ AV 進歩との僕ちょっと不勉強であの申し訳ないんですけどそ,そっち側の方向に行こうとしてるわけですよね。た、はい、ただそうなった時にそのじゃあ まあ、出演供与されてる人ばっかりじゃないわけで、うん、ってなった時にその人たちが、うん、まあ従来のアダルトビデオっていう撮影方法ができなくなった時にうん、うん、それはどうなんやみたいなことで議論が起こってると。うんうん なんか私自身もアダルトビデオ業界出身なのがあって愛着みたいなのはあるんですよお世話になった業界っい恨みもいろいろあるんですけどそうい僕業この本を読んでから鈴木さんがそうういキャバクラで働いていらっしゃったアダルトビデオ出てはった時っていう時にその同じように本に触れてる人っていう人と出会ったかと思ったらあったっていうことを書いていらっしゃったじゃないですかその AV の撮影現場でねはの。 もちろん、えー、と私自身は、えー、と褒められるつもりはないというか、うん、いいことと思ってやってるわけではなかったけれども、はい、ただ、うん、その完全にやっぱりちょっと曖昧な部分として少し残しておいてほしい社会の緩み的な部分ではあるし。うんその ね、あの法,法律家の前ではあ曖昧とか言うと微妙なんですけどでも、かなり日本の政府属教会って私の一つの専門でもあるんですけど売春、はいまあ、防止法は日本はあるとでもその自由売春をどう裁くかって結構、人類の歴史とともにずっと売春ってあって、うん、もちろんその管理売春みたいに。 昔の、それこそ戦前の,、うん、あのお家が借金をして、うん、それで、その借金をこの子にかぶして、うん、その売ってたわけですよね、吉原の遊郭とかに。うん、で、それはやっぱりその、どう考えても現代の人権法的に、うん、自分の娘を何十年ってそこで働かせる契約をして、ずっと借金が減らないっていう状況は、おかしいっていうのは分かるんですけど、はい、自分で、じゃあ、えっ、ー、と、 誰にも迷惑かけずにパパ活やってる子をどういうふうに説き伏せられるかとか、うん、どういうふうに罰せられるかとかそもそも悪いのかどうかも含めて、うん、私は結構人生かけて考えてるテーマの一つで、うんまあ、アダルトメディアっていうとまたその買収 成功する相手に報酬をもらうわけじゃないのでまた、あの売買法とちょっと違うとは思うんですがやっぱりそのかなり曖昧な部分でやってきてるのは、うん、風俗業界とエブ業界に似てて、はい、風俗業界はソープを除くと日本の風俗業界ってすごく発達したけど、うん、入れてないから売春ではないっていうい、まあ、ギリギリの論理でやってたわけじゃないですか。うん、業者いいいいっぱいいるけれども本番はしてないからうん、うん、ただその それは吉原市で本番しないでいい抜き産業いっぱいあるんだけど、はいうん、その代わり、ソープとかと違ってデルヘルなんかだと性病検査とかも義務付けられてないところとかが結構あったりとかしてむしろちゃんと補正化してセックスワーカーをある意味労働者としてきあの認知した方がそういう考え方もある、うん、そういううもあるわけですもんねでなんかそうじゃない方がいいっていう場合もあるし、うん、私もなんか 普通の労働だとはあんまり思ってないんですよ、うん、なんかその業界にいるとすごく面白くて、はい、なんか普通の業界ってまあ1年目は呼き使われてとか、はいうん、で3年目ぐらいでようやくちょっと使えるようになってきて、ええ、まあ10年ぐらいやるとベテランみたいになるけど、うん、内部業界とか、付属業界とかって入ってきたその日が一番値段が高くて、そ,そ,そこから逆年功序列でどんどん肩身が狭くなって,っている、うん、だから普通のね、なんか植木屋さんに電話して、なんか、うん、あっ、あ 今日入ったばっかりの、何もわかんない人が行くんで。<laughs> うん、楽しみにしてくださいと言われたら、<laughs> <は>え違う、ベテランく僕。僕らの業界だ。そうですよね。司法書士終わった。もう <laughs>、はい、もう、うもう成り立って。だけど、若い<都>です。<laughs> デリヘルだけは。<laughs> うん 今日入っっったばっかりの子がいるって大サービスなんですよだからあのキャリアが積み上がっていかないっていう意味ではやっぱりその、うん、性の商品化っていうのと労働と半々ぐらいのなんかイメージなんですよね、うん、AV 業界とかも。でだから AV 業界がかなり曖昧ななんな矛盾と欺瞞を抱えていたのは事実だし。うんえ 一部、やっぱり女の子が嘘ついて出てる子が多いので、あの、親とかに。そうするとやっぱり、うん、その、会社に弱みを握られちゃうわけじゃないですか。で、調べればね、自宅実家の電話番号もわかるから、はい、あの、 この人たちに逆らったら親にばらされるかもしれないとか言う,そ,う,いうその嘘をついてる子が多いとか事情がある子が多いがゆえにその悪い人が集まりやすい業界ではあったんですよつけ込みやすいで良心、ね、的な事務所はあったし私なんか恵まれてたんですけど、うん、あの ね脅して出させるようなところも、うん、昔も本当に無法地帯であったし、うん、ちょっとその自分で判断能力が若干低いような子を連れてきてあの出させるとかあと。 使い捨て女優とかって昔は本当に結構なかなかちょっとあの人権問題になりそうなあの可愛くない子をでもえと出たいって言ってきたからせっかくだからひどい現場に放り投げてまあやめちゃってもいいやみたいな感じででもそれでもあの出てたって言いたくないから泣き寝入りみたいなことがあったからあの厳しい手が入るのは私はそんなに悪いことはと思わないですけど。あの この話のそのすごく曖昧な感じで許されて、ふは許されてるけど、実際のところは大嫌いか大好きかのどっちかの人が多いので、うんうん、で、それってなんか、ポルノがあること自体が許せないっていう人ももちろんいて、いねね、で、どこの国にも多分いて、人はいっぱいいて、それで、あの、そういう人たちが、これを機にもう一掃しちゃいましょうってなる、なりやすい。 あの熱を帯びやすいんですよね,すねちょっと議論がだからあの単純にあのあ成人年齢で引き下げの、はい、に付随した問題だったんだけど、うん、それがなんか AV 存続できるのかみたいな議論にまで、うん、になってきましたよね応援してるって感じはします突破口になってる感じします、ね、そこがねまあかなりね、うん、あ,あの昔露出物の撮影とか私やったことあるんですけど、はい、あの 人がいないのを確認して。うん 隅田川沿いを全裸で走ったりしてたんでそれ多分本当はダメだゃないですそれは公善挨拶になるわけですよどう考えてもそこのだからねそれはでそれは多分ダメなんだけどたまたまそこで原稿犯に捕まらなかっただけでだかそれが販売されてるわけで犯罪の証拠を残しようなもんですからねでもだからそこがだからほんまに微妙なところで例えばストリップでもたまに公善挨拶で提案されててそこに来てる人は自分でなりわいとしてあの 踊ってはる踊り子さんとそれを楽しみに行ってるお客さんしかいないわけで無理やり強要されてる人なんかどこにもいないわけじゃないですかまあまあそう出演もしかしたらそこにそこに出演する経緯で何か問題あるかもしれないですけど基本ないわけじゃないですかでもそういうね、まあ、一応不特定多数の人にまあそういう正気を見せてるいうことでたまに出来はされたいとかあるけどもでもそういう。 実際にそういうい業界があったりとか,りか,、ね、か曖昧な部分っていうのはすごい日本僕ら法律家が言うのもなんですけどほんまにプロレスが5カウントまで反則 OK みたいなんてね実はそのプロレスの世界だけじゃなくて、うん、一般でも結構あるんですよね、うん、そこのそこの部分が今もうその5カウントの反則さえあかんやろ反則反則やろっていうふうになってきてるのかなと思うんですけど、うんうん、でも規制するんやったらさっき言ったみたいにちゃんとした理由が必要やしその。 立法理由がそ,のまあこれそもそもか売春がさっき言ったみたいにその、ね、言ったら、まあ、貧困にあいでる女性をまあ国で守らなあかんっていうことにあうとすればさっき鈴木さんがおっしゃってたような、まあ、自分で楽しんでそういう場に身を置いてる人の場合は当てはまらないわけで、うん、例えばそれはあの賭博とかでもそうなんですよ、うん、賭博の立法理由っていうのはあ、ねあれでしたね、勤労。 のその真面目に働く美風とか美,風美しい風 <laughs> 美,しい、ね、美風が害される、うん、みんな賭博でお金儲けして仕事をサボったら世の中がだめになるみたいな理由なんですよ、うん、誰かを害してるとかいうよりも、うん、やっぱりなんかギャンブルあと大麻、うん、とかトラックとか売春ってすごくこう被害者なき犯罪みたいなふうに言われて、うん、多分それが悪いっていうのを全員をきれいに論破できる人っていないんじゃないですか、うん、私は少なく でも援助交際全盛期みたいな時に中学生ぐらいで、はいはい、こういろんな人がいろんなことを当時すごく言ってたんですよ、はい、ブルセラ論争とかもあって、うん、宮田新司先生とかがすごく有名になった頃ですけどす、ね、だからなんかでも私の。 なんかすごくしっくりくる人って一人もいなくて援助交際しちゃだめって多くの親が思ってるのは分かるし、はい、自分もなんか直感的にはあまりよくないことだって分かるけどどうしてだめなのかって誰も教えてくれなかったんですよ。なんとなく自分の良識に従うしかなくてうん、うん、でそれをなんか私はなんか知りたくてそういう世界にすごく魅力をうん、うん 感じててて入っっいたうのもあり僕はだからそれでいくと援助交際とかっていうのはほんまに大人になってそういう形の金銭が介在する恋愛とかあってもいい歌はよくないのかなでもそういうのは形としてあるかなと思うんですよ。ただやっぱ援助交際はほんま先言ったパターナリスティックな貢献的なやっぱり未成熟な人が後からあの。 あんなことするべきはなかったということあるかなというのはあるかなと思うんですよね。守っておいてあげるっていう。だからもうねもう成熟していろんなことを分かった上で自分の生きる道として判断してっていうのがあったら、それはそういう意味でまた一つの生き方で。ただそれが例えばまた不定にあたってね、うんうん、あの損害の責任を負うとかそういうのリスクも当然あるかもしれないけど、うん。だからそういう意味でほんまにその。 ねえだからあやふやにしてた部分をあやふやにせんとこうとする勢力が今ね、うん、まあ確かにいてってなった時にじゃあその AV を表現の自由とか言ってる人も見かけたんですけど、うん、だからその果たしてじゃあそういう本番をする表現の自由っていうのが、うん、その保証されるのかっていうと表現の自由っていうとちょっと微妙ですよね、うん、だってその例えば表現って言ってもなんか殴る っていうのは基本的にはやっぱり振りとかでやるわけじゃないですか。あ,あ、そうですよね。だからなんかそのやっちゃいけない表現もあると思うんですよ。うんうん、例えば差別表現とかでも。はいはい、だからなんか A.V. の全部がその表現の自由ですごく守られるものかはわかんないんですけど、うん、ただ A.V. がすごくあの日本の場合は横に豊かに広がって、うんうん、あの多分。 各国のポルトまあでもそんなにアメリカとかしか知らないですけど、うん、と比べてもあのいろんなマニアに対応してるがゆえにすすごい細分化してますもんね、うん、<laughs> だってこんなのかおしっこを我慢してるだけとかいうビデオがあったり虫、うん、食べてるだけっていうビデオがあったりうん、うん、これで抜く人がいるのかしらとかって私なんか思うけどもそういうなんだろうなある意味 日本のどこにも受け入れられない多様性を、うん、あの受け皿的に持っていた機能っていうのもあって、うん、それによって救われた人が、まあ、あんまり、ね、ポルの反対派の人はそんなに認めたくない事実だし。うんあの 救われた人じゃなくて傷ついた人もいっぱいいると思うんだけど、うん、救われた人が多少いて救われた人はなんでこの業界じゃないとダメで、うん、勉強して例えば弁護士になるとか、はい、医者になるとかじゃダメだったのかっていうことをなんとなくはみんな一回考えないとその AV 業界を潰しても、うん、その似たような形で。その あ,ある意味、少し普通の社会の常識的には非常識的なことをしながらでも誰かの自尊心を満たすみたいな業界っていうのは残っていく気がしますすねね、うんうん、そうですよ働、ね、く、うん、女の子の理由っていうのが多分、ね、あの政治家の人とかには想像できないことだったりすると思うんですよ、毛、うん、深いのがずっとコンプレックスで、はい、でも、ブい出たら毛深いのですごいあきがたがられたとかっていう経験が、うんうん、その一つの。なんか 自分の居場所を見つけたっていうはい、はい、なんか学校で成績良くて褒められてもあんま嬉しくなかったけど、うん、見た目褒められたことなかったから初めて褒められて嬉しかったとか、ねえー、デブ戦のビデオとか出ると、うん、今まですごくこういじめられてた理由だったのがすごくありがたがられる理由になったとか、うん、そういう人もいるからそれだから必要だって言ってんじゃなくて、うん、なんかそういう理由を分かってあげないと、うん、無理やり引っぺがすと。うん、なんかあの この人たちは私たちのこと分かってくれないっていうことになって、はい、多分敵対関係がが残っちゃう気がしますねう <laughs> そうですよねだからほんまにそこが、ねうん、表現の自由っていうのはだから自己実現の価値と、まあ、自己統治って、まあ、政治的言論で民主主義に奉仕するみたいな役割とやっぱ自分が自分であることを実現できるっていう部分があってだからほんまにそういう、はい、まあ人によってその表現方法全然ちゃうから先言ったらみたいな毛深いことね、うん、が長所として扱われて初めて。はいはい 本質的なものってうとして受け入れられる場所っていうこと意味もあるし、だからそういう意味でいくと、さっき言ってた表現の自由の限界があって、うん、例えば差別的表現では、それは他者を害するからであって、そういう意味では他者を害さない、だからそこのほんまに言ったら、勤労の微風じゃないけど、なんからその性的な秩序を守るためっていうことになっちゃうんだと思うんですよね、規制するときに、AV の中の行為のあり方を規制するっていうのは。うん じゃその秩序って何なのっていうことにはなるんですけどねだからほんまにねあの花房観音さんなんて、うん、あのこの番組におっしゃってますけども、うん、本当に AV に救われたっていうことをいつもおっしゃってる方なんで。うん かそういう人も確かにいるし、うん、あの花房さんに誘われてその AV 男優のイベント行ったことあるんですよ。はい、んでそのファンも女性の方ばっかりで何十人もいて僕だけ男性だったんですよい行って。で、えー、僕の母親ぐらいの年齢の女性の人もほんまにだからそうあの森林さんとか大島ジさんとかみんな集まってらっしゃったんですけどもうあもうんだろうなだから。 あの普通に男性が女性のアイドルを追っかけるっていうような形で見てはって、うん、そ,その人たちがどういう思いで今のこの議論をね聞いてるんかなとかも思うしそうなんですよねだから、うん、難しいいなと思います、うん、<laughs> 私はなんかそのその場にこそあったあ,ある意味その社会からちょっとつまはじきされてる場所であるからこその、うん、なんかその愛着みたいなものってあったからな、うんか。うんはい そういうところにある種の美しさを感じてそこにいたわけだけどでも、なんかよくよく確かにその大人に見つかったら怒られるっていう意識はあったんですよ、うん、その裸で走りながらも、うん、<laughs> だからこそこそはしてるべきだと思うんですけど、うん、だからねなかその、まあ、売春合法化すべきだっていう意見もあるしそれはそのいろんな人を守るためっていうか。うん、その あのに必要な場合もあるとは思うんですけど、うん、だから完全な明るい世界にしてくれとは思わないんですが何、うん、かねどういう形でも少し残ってくれたらなんかあのこの普通の社会の常識の中では生きづらい人、うん、あるいは生きづらい時期に身の置き場になるっていう、うん、ちょっと危険もあるけどっていう感じはしてたりします 一曲お願いします。はい、じゃあ,あのちょっとあの私のす,すごい好きなバンドで、はい、であの怒ってる人に向けて、はい、<laughs> あの聴いてほしい曲なので、はいはい、オアシスで「Don't Look Back In Anger」です。メールいただいております。こちらあのラジオネーム原監督君からいただきました。<laughs> 知り合いじゃないですか鈴木すずみ様ハマグリご門の編ご出演おめでとうございますおめでとうございますいいのも見たい, <laughs> <laughs> いいとものね花はくるんちゃいます、ね、<laughs> 僕が敬愛する紳士淑女のロールモデルでもある墨田弁護士と鈴木すずみさんがコンタクトに成功したことが単純に嬉しく思います、うん、さて僕はつい先日まで鈴木すずみさんと一緒に女子の恋愛とセックスにまつわる お,お悩みに対してアンサーするポッドキャスト番組「ビストロ・ラビン」。 を配信ししておりました今日は貴重な機会なので逆にお二方に相談させてください。えー、普段効率や合理性を重視する男性に限って恋愛面においてだけはなぜか非合,理非合理的な行動、恥ずかしい LINE 投稿や拙速なくどきそしてそもそも結婚などあもう結婚自体を原監督は <laughs> 非合理的な行動やと言ってますね <laughs> を取りがちに感じます。その理由を 考察いただけないでしょうか何卒よろしくお願いしますということで、うん、ちなみに、はい、どういうタイプですかタイプっていうのはお二人は長谷川さんと <5? S 2> なんかその恋愛に没入するタイプか、はい、意外とクールにあーまあこのことだったら長く一生入れそうだなみたいな冷静の判断で考えるそれはね、うん、あの若い時は没入してたんじゃいますかねうんう もうほんまに、それがすべてやみたいな。風になってたと思いますけどね。今はないです。今だって、ね、このね、<laughs> あの。もう、おひと方ね、花房観音さんという方からも、いただいてるんですけど。はい、で、ここで、あの。 私のことを書いてあるんですけど私は10年以上墨田さんと友人付き合いを続けていますが愛妻を除き私以外に全く女気がありません私以外はずっとそうおっしゃってますよねびっくりするほど女の気配がありませんこれ花草さんの方が英雄に書いてくれてるんですけど弁護士でタレントで面白いし男前の方だし花草さん僕のこと男前と思ってくださいスペック高いはずなのですが驚くほど女気がありませんいつもこの番組で墨田さん女に興味が ないと私が発言するとご本人に反論されますが興味がなく必要としていないから 興味ががななな必要ととししてないいかから女気がないとしか思えません、うん、鈴木さんからご覧になって「墨田さん男としてどんな感じでしょうか?」と頂 <laughs> い,いてるんですけど僕興味の強さとかって分、はい、かんないんですよ今僕45でうん、うん、45の一般的な女性に対する興味のあり方っていうのが、うん、確かに例えばこの鈴木さんが連載なさってるスパとか、うん、あのよくね、うん、年,年収300万で愛人を持つ方法とかかよ、うん、マジかよ 読むけど例えばさっと読むぐらいですわスクラップしたりとかいやいや本当にある人はもうなんか肝臓が痛いとか思いながらも這うようにして女のところに行ったりするぐらい優先度高い人はいますしそれは60代でも70代でもいますでもう70代の先生とかで。 普通に私た、なんかちょっと、はい、執筆の相談とかで行ってるのに、はい、ずっとなんか彼女と自慢話する人とかもいるし <laughs> 63歳ですっごい熱心に口説いてくれる人とかもいるし、はい、こなんか暇だなみたいに思ったりもするぐらい<ー>でも、暇なんじゃなくて優先順位が高いですよ<ん>恋愛というか性愛の<ー>でも。でもそういう人は意外となんかね、うん、性ですね。<性>恋 なんか恋とかっていうよりもでもお二人ともきっと若い時に満たされてたからいったん落ち着いてるんじゃないですかそんなことないあのね,あのね私60代ぐらいの人に砕かれると大体本当に多分30ぐらいまですごくモテなくて、はい、なんかこう大学院にずっと行っててなんかお金もなかったしまだ権力もなかったとかあのー。 研修医で、すごいこき使われてて、そのあとはなんかボランティアでどっかの国に行ってて、おんなけなくて <laughs> ドクターです、ね、<laughs> とか、<laughs> はいろ、はいろ例えば経営者で、その時超貧乏で起業したばっかりでとか、そういう人があの失われた青春取り戻しタイプっていうのが、まあ、結構一定数いると思うんですよ。 日本はそんなにこうナンパ文化とかもないし割とこう奥手な人が多分今の60代70代は若い頃はそんなにね性に対してもそんなにオープンな女性ばっかりじゃなかっただろうからこうすっごいモテる人以外はありついてなかったなと思うんですよねだからあの60代になってちょっと血を増やされるようになってからもうここぞとばかりにしまくるぞみたいな。<laughs> <laughs> 僕だからね逆のイメージですね、うん、やっぱりその、うんうん、そういう性愛、あるいは恋愛に生きてる人っていうのは、まあ,あいつは昔からそうやったなっていう人はずっとそれをキープしてる感じのイメージかな、確かにそういうイメージかなまあ、ねうんうん、ずっとその恋愛に夢中には若い頃はなってたけど、うん、だから。 今そうですよねなんかほんまに花房さんのように興味を失ってるかもしれないですねその <laughs> でも、どっかでなんかその、うん、例えば40代、50代興味なくて64ぐらいになった時にものすごい大楽いらくの恋大恋愛をするかもしれないですよね。<笑><笑>あのなんていうんだろう川端とかの小説とか読んうとおじいさんのこう恋焦がれるような思いとか。 芝田雅彦さんの小説でも往生際の悪いやつっていうおじいさんが女子大生に連母する話があったりするんですけどいやいやなんかそういうのがなんかずっと割と全然幸福だなって思ってたのが、うん、60になってみたらあ実はどこかに心に穴があったみたいに気付いてその穴を埋めるかのように恋愛に直進していくみたいな。 すごい成功した、はい、お二人なんかはこれ頭と思うんですけど <laughs> す<ごい> <laughs> お金も得て名誉も得てこう家族も得てあの成功してしまった男の人が最後にはまるのは恋愛かギャンブルだっていうふうにでそれって両方不確定要素があまりに多いからすごく成功したで非常に計算も得意な人とかでも。 恋愛だけはちょっと、どうなるかわかんないじゃないですか。このね、あのあ、あの、鈴木さん、日本のおじさんで、このふに落ちたのが、はいはい、あの、渡部さん、この番組でも散々渡部さん取り上げてて。ああもう、弁護しようとするんだけど、<laughs> 弁護しようがないです、しょうがない <laughs> 最。最終的には、あの、夜回り先生みたいに、多目的トイレを夜回りましょうみたいな話には、られないんですけど。<laughs> でも、あの。 あんなに綺麗な、ねはい、あの奥さんがいはるのになんでっていうんじゃなくてそういうこと言う人いたんだけどそうじゃなくて「うん、そうだから」っていうふうにねあ<ー>あのこの本には書いてあって、はい、だから男性は幸せな時ほどそういうことをするし、うん、女性は逆やと。 あまりとそう言いますよね。勝のうまいこと言ってるのにそう走るみたいな。うん、だからその男性はそういう、うん、例えば不安なこととか、なん、はい、か例えばえもしかしてあの妻が浮気してるんじゃないかみたいなことがあったら、うん、逆にそんなことしてられない。あでも確かにそういうもんなんかなとか思ったりとか。穴が顕在化してない方がこうそ、ん、ういう方に向って。そう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 ,そう。へ、う、え、ん。もうこれだからであの最近の話で言うとあの。 あん細田さん、はい、今、はい、あの人衆議院議長なのなす,、ね、すごい偉い人ねなのに。うん そういねしてとか女性記者に言うたとかんだろういうことを週刊文春に書かれてるんですけどこの人官僚でもまあまあ優秀やったと書いてるんですけどそれこそ合理性を追求してたような人が今この <laughs> しかも細田さんちょっとそういうイメージないじゃないですかなないですないでですす乾燥した感じっていうか、うん、枯れてる感じね、うん、麻生さんとか,なんか石原慎太郎とかやっぱりちょっとまあねなんか男っぽい感じするけどこの人なんかそんなになんかエロそうに見えない感じがしてたから。 ちょっと意外でしだからそのね、うん、この「立法のおじさん」でも何年か前に財務省の次官の方がねおっぱい触らせてとかなんか言て <laughs>、はい、<laughs> そうてううでねもう時間やめてってことありましたけどだからあの時もこの本に書いてある通りそんなにあの、えー、一つも即 <laughs> してないんですよ彼。だってあの クリンントとかいろいろ叩かれた人山タクとかみんな一応鈴木さんすごいなので鈴木さんの山のことを言及するのが山タクは僕らはピンポイントなんだ山田の親子丼といえば山タクは結構衝撃でしただってあれこそおとなしそうなっていうかさんか YKK の中でも一番性欲なさそうだったじゃないですかだいぶピンポイントのだけどあのもう ああいう人は一応そのいたしてるじゃないですかそういう声もありますよねだけど福田さんにしろ福田さんにしろおっぱい触れしてって言って別に触ったわけでもなければ触られ触れることを期待すれしてないじゃないですかそういう発言ってこの添い寝してとかもなんか やめてくださいよとかって言われるの想定で、うん、だから私こういうね、うんうん、なんかざセクハラ発言。がもう、期についちゃっておじさんとかに、うんうん、あ、行きますよとかって言ってみたい。あ、うん、逆に。多分、怯むんじゃないかな。そうですよね、その。<laughs> おっぱい最初いいよいいよ <laughs> いや。その、えー、ってやんのも込みでの。<laughs> ね、その人の、それだけでもうええんでやって思ってたら、うん、逆にゴッと。 もう言う言だけでで満足みたいいなななシューンってなるんじゃないですか逆にいやでもだから本当に結構ね理解には苦しむなって本当になんか損しかしてないから、うんうん、そうですよねほんまにだから<ー>書いてらっしゃいましたけどハイリスクノーリターンな <laughs> そうなんです、うん、でもこれは普通にあれですかセクハラになりますかセクハラっていうとだから二重の意味でセクハラになっちゃうんですねこういうのって言ったら、うん、これ 記者の人は、文春、うん、文芸春秋の従業員じゃないわけじゃないですか、うん、他者の人の、うん、で、セクハラにあ、被害に遭った人が、結局、この文春という媒体で、このことが明らかになっているわけで、うん、だからその女性記者を雇ってる側が、ちゃんと対策個人買ったという意味でもセクハラやし、うん、だから二重のこの細田さんという人が、まあね、うんうん、職務上のこういう強弱、優劣関係がある中で、こういう言動をしたということもセクハラやし。うんうん だから、未だに、だから、これが、よその媒体でしか出えへんっていうのが、うんうん、言ったら、で、こういう立場やか、衆議院議長、だから、立法府の三権の、ね、一、うん、億の長じゃないですか。まあ、いろいろ話、そういうね、うん、話聞けへん状況になったあかんから、みたいなことがあるわけでしょ鈴木さんうも、ね、うん、記者されたわけだから。うん そういうのがいまだにあんねやなってそこはセクハラやなとは思いますけど擁護するとしたら擁護するとしたら何も得てないそう結局そうだから結局ね弁護士で弁護する時とかって例えば財産を侵害する犯罪でもこの人分け前でもないでしょとかねそういうことを言ったりするからそういう意味ではほんまに何もないですよね。 しかもね、普通はだからセクハラって、まあある程度力関係を利用して、うん、こう断れない状況で。うん、なんか例えばね、性暴力をしたとかっていうんだとわかりやすいんだけど、うん、これなんだろう、な、何を得たのかよくわかんないっていう。うん、<laughs> まあ、いう、あれ、もう快楽もあるんですかね。だから、その、先の原監督のあれでいくと、<laughs> うん、その。 合理的な快楽というのはめないということなんですかね。かえこの間そのひな、うん、でもそうじゃないですか。多分そこの合理性を求めないから、うん、あのね過去に。 また蒸し返すようであれれですけど、はい、乳首っっってて言わたた議議員員いらっしゃのねあの人とかもその言うたら世衆何代も世襲の俺が乳首と言われるそこ,、うん、そこに合理性何もないわけじゃないですかだからそういうもんなんでしょうねうん、うん、合理的なもんじゃないのかなといは思うんですけど、ね、そういう例外じゃないからこそ、うん、そのハマるみたいなところもあるのかもしれないですねだってさこれだけ自民党の中で這い上がった人だったら非常に合理的な 的この人と仲良くしとこうとかう、うんうん、だけどその添い寝してみたいなその <laughs> すすごい期待薄なハイリスクノーリターンな発言っていうのは非常にその <laughs>、うん、彼の普段のその計略というか的なところとはかけ離れてるから、はい、でも人間ってそういうところでバランスを取ってるのかしら <laughs>、えー、衆議院議長聞いてらっしゃったら <laughs> そういうことです。<laughs> あっという間にエンディングでございます。今夜は、新生ハマグリガールの鈴木すずみさんにお越しいただいて。はいや、えー 勉強なりましたね、ほんまに。勉強にあんまなってない。いつもの会の内容の。ね。今日は濃厚でしたよ、ほんまに。ね、僕らほんまに机上の空論というか、実体験に基づく反射が説得力あるんで。またぜひ、そのね、あの京都のお友達のとこ、来られるついでに。ぜひ、お越しいただいて。でも、読んだかはさ、京都は、見るところも用事もいっぱい作れるので、いつでも。あの、いつも見つからない日とか。あの、いえ、あの本を、ほんまに。 あのめちゃめちゃ鈴木さん本面白いのでぜひ皆さん手に取って読んでいただきたいなと思います来週は北野真さんが、はい、ゲストで来られまして北野真さんのサイキック青年団以前のアルファベット表記の頃の誠時代を掘り 掘り起こすということで園芸墓掘りに柳田浩二さんとともにお送りします、はい、メールはへアットマーク kbs. ドット京都までお寄せくださいあ最後にせーのでハマグリハマグリっやりますんではい、はい、ご一緒にお願いしますでは来週もお聞きくださいせーのハマグリハマグリ